で気づいたんだよ、気づいたんだよ。僕はあの毎回あれ24時から配信を始めるもんで、虹バラという公式のね2週間に1回ある番組に14分の1で被るんですよ。5回目だぞ、もうカウントされ始めてる。でさ、ただなんとなくね、あの僕も見たいしみんなも見たいかなって思って、僕はそういう場合30分、まあ番組の時間分遅く配信をねしてたんですよ。僕はね、30分遅れてやってんのちゃんとしてんなと思って確認したんだよ。2時3時20人以上やってたわいやまあいいんだけどねじゃあもういいじゃん、じゃあいいじゃんっていうね、うん、まあ元から良かったんだけど完全にねこっちの気遣いというか、なんて言うんですかねこれそんなもう旧世代のお前しか気にしてないぞ、僕しか気にしてないの。うん、いやいいんだけどね、だって見たくないかね。あでもそういう時代じゃないんだろうけど、うん、まあまあねいいって言ってんだろ、そろそろ学べよいやそうか、自己満、ひどい言われようだこんなことってないよ。まあまあね、いや僕も見たいからなんで究極ね。うん、でもあれだよな、他の人の 3D 配信とかデビュー配信とかそういうのってやっぱリアルタイムの配信じゃないですか。あれって収録の動画だからなおさらいいよねってもういいよ、もう次回被っても、もう気にしないから。なんだあんなやつ、僕全然あんなやつのこと気にしねえよ。虹バラ知らない、知らない虹バラとか。うん、面白かった。あ、ちゃんと見れて得してる人もいる。うん、まあまあまあ、あのその時絶対被るから、この後も覚えられないんだから僕いつ虹バラやってるかね。でも僕のおかげで虹バラを見てる人もきっといるね。僕がこれだけ忘れてるってことは、虹バラいつやってるか知らない人なんて虹バラ視聴者の8割だから。うん、同時視聴する、いやそこまでではない同時視聴系のコンテンツはいつかやりたいけどね。はい、ごめん見なかったわ、見ろ何の意味もなくなるこの30分が